今日も地域性武装するナレッジアーマードです。今回はアリアスター監督のミッドサマーですね。こちらを今更ながら取り留めしてお話ししてまいります。よろしくお願いします。お願いします。2019年ですね。なので、まあ、結構もう前になってしまうんですが、いやーやっぱりね、この間下死の時にトリトル氏に連絡したんですよね。下死なので、はい、ミッドサマーの話しようかって言ったら、とうに下死が過ぎてもう真夏になってしまったっていうところなんですけども、はい。アリアスター監督の映画の第2弾っていうことで、アリアスター監督の映画見たことありますか？アリアスター監督の映画は見たことないんですよね、私。ミッドサマーだけで。私はですね、これの前のヘレディタリー継承っていう映画、これもホラーなんですが、これも見たんですが、はい、まあ素晴らしいですよ。これもなんていうか、そのスプラッター系とかでは全然なくて、もうおどろおどろしい、もう、このミッドサマーって、まあ、どちらかというと昼の怖さじゃないですか。そうですね。なんだけど、このヘレディタリーっていうのはもう夜の怖さなんですよ。なので対照的で、これも非常に恐ろしいので、まあちょっと見ていただきたいなっていうところですけども、そんなアリアスター監督はまだそんなに、年いってないですね。まだ若いんですが、その監督が、はい、今回、2019年に制作したのが、まああれですね、カルト村の話ですよね。そうですね、本当に、まあ、夏至祭、90年に一度の夏至祭があるので、まあ行かないかって思って、90年に一度って、まあ、本当かよと思いますけどねなんですが、そういうところでスウェーデンの、まあ、町に行ったから大変な目に遭いましたっていう話なんですけど、まあ、これっていうのはいわゆる人コア系なんですよね。そうですね、あのいわゆる幽霊とか出てくる話じゃない。そう、お化けとかは全く出てこないんだけど、結局人たち、人間が一番怖かったっていう話で、まあスウェーデンの異教カルトですよね、異教、はい、なんていうんですか、フォークホラーっていうんですかね、みたいな、そういった、まあ、主人公たちも民族学を大学で学んでるから、まあ、研究のために行こうかっていう。そう、まあ、だからこれっていうのは、その好奇心だけじゃなくて大義名分があるので、逃げ出したりしないんですよね。でこれがまたうまい仕掛けになっているっていうね。そのなんかその興味本位で行って、いや俺はこんな嫌だから帰れんじゃなくて、いやもう受け入れがたいが研究のためだっつって残るっていう選択肢がずっとあるっていうのが、また新しい展開なんですよ、これね。なので、これっていうのが、アリアスター監督っていうのは結構そのフォークホラーとしての、ウィッカーマンっていうのが1973年にありまして、そのウィッカーマンっていうのが結構それもカルト村に入り込んでしまって、で結局生贄にされるような人たちの話なんですね。これっていうのは5月祭に招かれた主人公が、まあそういったカルト村の異常な慣習に巻き込まれていくっていう話なんですが、まあこれこの間、私 DVD 見返したんですが、まあやっぱり、似た展開なんですよ。なんだけど、このアリアスター監督はこれは制作中はあえて見返さなかったと。見返すと寄ってっちゃうから。一応着想を得てるんだけど、まあ見返すともう同じになっちゃうから、もうわざと見返さなかったいう。でこれって結局スウェーデンの観光局かなんかから、アリアスター監督が、スウェーデンを題材としたホラー作ってくれないかって依頼されたのがきっかけらしくて。ああ、そうなんですね。そうそれなんだけど、もう全くあれが、なんていうの、アイデアが出てこないんで、もう断ろうと思ってたらしいんだけど、はい、まあそういった、はい、あそうか、そういうフォークホラーっていう観点で言ったらこれいけんじゃねってなって、でそこからあのやる気が急に出てきたっていうところらしいんで。なるほど、うん、なんで結構もう長めに尺を取って作ってて、そのディレクターズカット版は170分、もう3時間近くあるんですよ。で私は今回そのディレクターズカット版も見たんですね。で取り留め氏は普通版見たんでしょ。そうですね、普通の方しか見てないですね。うん、
なんだけどこのディレクターズカット音っていうのはよりネチネチしてるわけですよ。もともとネチネチしてるんですがもうたまんないっすよね本当に。あの結構その YouTube 他の YouTube とか他のポッドキャストとか聞いてるともうこれもうなんかもう胸クソ悪すぎてもう二度と見たくないって言いながらもう固まってるっていう、ね、中毒性があるんですよね。はい、っていうところです。で、まあ物語の発端としてはその主人公の女の子のダニーですね。このあのあれになっているこのジャケットのになっているダニーさんです、ね、がこの喪失感から来るっていうところで、その、はい、その彼氏のクリスチャンっていうのがその彼女と別れ本当は別れたいんだけど倦怠期なんだけどそのなんかもうちょっと、はい、なんかもう想像を絶する不幸があってちょっと別れをさらに切り出すのはちょっと悪い気がして言い出せないっていうね。そうですね、もういきなりあの不仲なところぐらいから始まるんですけど、うん、ちょっともう、そう、あ不幸が起こりすぎてて気を使っちゃってる。そう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 。でもあのまあ日本においてもそういうことあったら家族に不幸があったらその上別れようって言い出せないよね。まあそうですね。ね、なんかちょっとほとぼり冷めてからなんかちょっと自然消滅狙いたいなってなっちゃうよね。はい、うん、でも完全にがっつりダニーはクリスチャンに依存してるんだよね。うん、うん、だからどうしてなんとかしてくれないのみたいな感じになっちゃったとかしてもうたまんないっすねこれね、うん、なんですが、まあでもそのその同じゼミの友人のペレっていうのがいて、そのペレが、はい、スウェーデン出身なのでうちの、ね、僕の故郷のお祭りが90年代にあるから、まあ、文化人類学専攻として、まあ、ちょっと参考に見に来たらどうかっていうので、まあ、行くことになって、で結局ダラダラと別れられない、クリスチャンは別れを切り出すことなく、いやみんなで行くんだよってことになって、じゃあ君も来るかいって一応ギリで言ったら本当に来んのかいってなっちゃったっていうね。ご機嫌取りで言ったらあの来ちゃったってね。あもう最悪ですよね本当に。だからダニーはなんだかんだでまあそうまあまあ仕方ないとはいえまあまあクズっちゃクズなんですよね。ダニーじゃないクリスチャンが。うん、まあクズっちゃクズなんですよ。冒頭から彼氏に。すごい依存してますもんね。まあその家族の訃報を聞いてもう泣きながら電話してくるわけだからもう絶叫しながら、はい、まあ普通だったら引くわけですよね。そうなんでね、まあある種ダリーがちょっと甘えてるところはあったんでしょうけど、まあ、まあそれでもちょっと降りかかってる方がでかすぎて何とも言えないです。そう何とも言えないんだけど、まあ、クリスチャンもまあ結局この逃げ切らない感じが結局自分の不幸を招いてしまうっていうところではあるんですが、っていう、そのペレが、まあまあ諸悪の根源ですよ、ペレが。そうですね、こいつはクズなんですよ、ね。こいつもやばいんですよね。だから、まあ、蓋を開けてみれば、このペレだって、その、僕も両親をなんかその火事なくしてて、これ絶対この、あの、この、義子祭でやられてるわけじゃん。でということは90年で一度なわけないんですよ多分 ほぼ毎年やってんだよね、これね、うん、これあの誘う文句だけであってだからもう、うん、伝統の祭りじゃなくてこれっていうのはもう ほぼカルト集団もう信仰宗教に近いもう本当風習というかそのレベルなんですよね土着の、うん、だからひょっとしたらもうあれオウムに近い教祖が比較的新しい団体の可能性もあるわけですよ。なるほど。なので、何にも信じられないんですよね、結局はね、これね。うんうん、で、まあ、その、星新一の小説短編にもあって、人間っていうのは、昔は、太陽を信仰していたのだが、その、ね、恵みの太陽を。人間っていうのは夜も働くことによって月にも恵みを感謝を表す必要があったので月に祈りを捧げるために瞳悟空を捧げる必要が出てきたって言ってそれで生贄になってしまうブルギさんっていう短編があるんだけど
それをちょっとに近いような、まあそのあ、まあ夏至祭だからもう昔からある太陽に祈りを捧げるっていうのはあるかもしれないんだけど、まあ一種そういったなんかちょっとね、曲解して、取り入れてるような内容のこうなんかね、経典があったりとかするわけじゃないですか。はい、これがね、まあ、すごい、うまい設定だっていうところですよね。これね。そうだ、なんでそのペレの親もその、僕の親もその火事で亡くしたみたいな感じで言ってたとかね。はい、うん、だから純粋倍だから、これって言ったら多分ペレっていうのはその子供の頃にそうやって、親をそういう死に方で亡くして、 こういう人たち育てられてるから、もう本当に盲信している純粋培養のカルト人間が出来上がってるわけですよ。だから悪びれもなくそういうこと言うわけだよね、うん、という、もう2世代3世代ぐらい続くとこういうなんかもう本当に悪いことも悪いとも全く思ってない純粋な悪が出来上がる。基本的に価値観が合ってない感じしますよね、話見てて。そう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 。あれこれって何、吹き替え版で見た、あの字幕版で見た。あ、字幕で見ましたね。あ、字幕で見たの。これね、俺あの わざわざ吹き替え版で見たんだけど、はい、このね吹き替え版のねペレの声優がね、あの落合福士くんなんですよ。はい、この落合福士のこのね、なんかもうね気持ち悪い喋り方すっげえ上手くてだいわゆるこの落合福士くんもすごい家庭で育ってるわけですよ。はいはい、プロ野球選手トップの父親とそれを盲信する母親でしょ、で、いわゆるその異質なあの空間で育って、もうね夫を神と崇め奉る、家庭で育ってるから、いやすうまいんだよね。で落合福士君はすごくまともなんですよ実際。そのそれに毒されることなく本当にまともな大人として育ってて、あのちなみにあの私はあれですね、後輩ですね。ああそうなんですか。そうなんですけど、そういったことがあって、まああの吹き替え版もまたちょっとそういう含みを見るとめっちゃ良かったっていう感じです。うん、で結局この家系このコミュニティっていうのは。禁止相関がまかり通っている状態なわけですね。はい、なんでたまに外の血を入れるので、そうやって外の人たちを生贄として持ってくるっていうわけなんですよ。うん、でこのルビーラダーっていうこの経典があって、まあ、そういったものが、をその禁止相関でできたその邪念がない奇形児に、障害を持った者のその曇りなき眼で書かれていく経典というのをもう進行しているっていう、いやすごいですよね。なんでまあ、そのクリスチャンのそのあてがわれたパイに入っていたこの陰謀ですよね。がその村の女の求婚のこの意味合いが入っている、マジない、うん、こいつらのなんか、まあ、マジない的な意味もあるんでしょうけど、うん、でも古くからその、自分の毛を何かに入れる、その要するに後ろ国周りもそうだけど、毛を本人の毛を入れることによってなんか呪術的な効果を発揮するっていうのは世界的にやっぱあるんだろうね。うん、うん、でこうちなみにパイの中にあのこの村の女の経血も混ざっているっていう、これすごいよね。これすごいことで、あのね、あの今これジャニーズの闇がめちゃくちゃ取り沙汰されたじゃないですか、はい、これジャニーズのあのファンの女の子があのバレンタインチョコを、手作りのチョコをこう、はい、あのファンっていうかそのあのファンの対象のタレントにあげるわけですよ、はい、で結構その自分の経血入れてくるチョコ子がいるらしいんで、手作りのチョコは食べない方がいいっていうジャニーズの中で、まあ、この試合会に言われてる話らしいですよ。
これはーと思いますよね。楽しいですね。ああ、これっていうのは本当にあのもう呪いじゃないですか。はい。うん、なのでこれこの設定っていうのは本当にあの世界中にやられてるんだなっていうね。だ軽月っていうのはある一つ何かのこの神秘的な何かのアイテムなんだよねきっとね。はい、うん、確かに。いやちょっともうね気持ち悪いですね。はい、でその映画の中にもなんかそれを示唆するうん、タペストリーみたいなのが映るんですよ。そうこれって結構こういったなんていうか地域性かもしんないけどなんかあれですよね、ナウシカのタペストリーとかもそうだけどもう全ての要素が全部ここに物語が全部ここに詰まっちゃってるんだよね。これね、そうですね、事あるごとに映ってこれからのあれを示唆されるっていう感じなんです。そう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 、これっていうのはその要するに最初見たときはパッと見わかんないんだけど、全部を知ったらよくよく見るとこれ全部書いてあるやんけっていう、こういうね、はい、逆輸入の怖さがあるんだよね、こういうタペストリーって。だからナウシカのそのもの青き衣をまといて黄金の地に降り立つっていうこの、流れもタペストリー見るとちゃんと書いてあるっていうね。はい、いや素晴らしいですよね。だからそういったなんかその地方の伝承とかそういったものの、もうちゃんとこうちゃんと踏襲されてるっていう要素がね、だそれがすごくて、このこれスウェーデンなんだけど、スウェーデンの話なんだけど、このこの一向にいたマークっていうのがそのなんだっけ、先祖の木にションベンをかけてしまって激怒されてね、はい、ウルフっていう人間に激怒されて、で目の敵にされて、で最後はもう皮を剥がされて死んでるわけですよ。でこのマークっていうのは本当におバカキャラなんだけど、この皮を剥がされてその皮を他の人がもうまとっていくっていう、これ実際にあったスウェーデンにあったバイキングの風習らしいんでね、その倒した相手の皮を剥いでその皮をまとうことによってその自分がそいつを取り込んだということですよね。はい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 、っていう、まあ、そういったバイキングの風習っていうのもなんか踏襲されていてなっていうのがあったりとか、これ結構その死に方が全部なんかいろいろ意味があって、はい、ジョシュっていう、黒人の人ですよね。はいはい、あの研究熱心な、はい、彼頭かち割られた、そうそうそう、彼っていうのはそのルビララーっていう経典をまあ写真で撮ってしまったことによって怒りを買って殺されるわけなんですけど、はい、これっていうのはその手足を畑に植えられてるんですね。お、うん、こういうそういう死に方してるっていう、まあちょっと何かこれも宗教じみた意味合いが絶対あるわけで、だし最後に一つずつあれですね、死体移してるからなんか意味はあるんだろうなと思って。そう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 なんですよ。これジョシュっていうのはそうやって要するに、手足を模植物に見立てられて北条のあれにされてるっていう、少女にされてるっていうね、だしそのなんだっけ誰だっけな、もう一人違ったグループから来た人いたでしょ。はいはい、イギリスから来た、そう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 、それがそのグループがいて、そのグループの中のそのサイモンっていう、俺はもう結局老人が飛び降りる儀式を見てもう嫌になって帰るって言い出した、はいはい、先に帰ってしまったっていうサイモンっていうのは最終的に肺を生きたまま引きずり出されて、うん、鳥に、見立てられているっていう地の足の儀式っていうのにやられてるっていう、ね、おうん、だしそのサイモンを追って、一人で帰るって言い出したコニーっていう女の子は、はい、まあ、一人で村に出て行ってこうとして、まあこれ後々見返すと遠くからね叫ぶ声って聞こえてきてるんだよね、別のシーンで。おー、そうなんですか。聞こえてるんですよ、わーって聞こえてるんだよ。でその時に殺されてるんだけど、これっていうのがその川
あの水に引きずり下ろされて、もうブクブクにもう水にふや水死体で発見されるんだけど、はい、でそ の水をブクブクになった状態で、あの一輪車で運ばれて、最後あの燃やされる部屋についていかれるんだけど、はい、うん、まあ、これもまたこれもあの儀式があって、それを川の儀式があって、それディレクターズカット版しかないんだけど、はい、その町の、子供たちがその 川の儀式があって、それを戯曲があって、その演劇をやるんだよね。それで川に流されていくっていうものがいて、でそれで劇が終わって、その時は犠牲者でないんだけど、それに見立てられたコニーがやられ、あの運ばれてくるっていう描写がある、はい、あ、イングマールだ、イングマール、そのイギリスから連れてきたっていうイングマール、うん、生贄を連れてきたイングマールっていうんだけど、はい、そうコニーとタイムを連れてきたんだけど、ただそのイングマールっていうのも最後は同じ部屋に連れてって生贄になるんですよ、はい、うん、で、もう一人ウルフっていう、さっき言ったそのマークのことを目の敵にしてたやつも、はい、生贄にされるのね、うん、なんだけど、これってよくよく考えると、これって失態を犯してる二人なんだよね。ああ、なるほど、うん、なんで、このイングマールっていうのはせっかく生贄連れてきたんだけど、結局サイモンとかコニーに逃げられるという失態を犯してる、はい、し、ウルフっていうのはそのこの先祖の木の、なんつうの、森番だったんだよね。はいはいはい。なんだけど、このコニー、あのマークにションベンされるって失態を犯してるわけですよ。はい。なんで一緒に殺されるっていうことになってるわけですよ。ああ、なるほど。最後なんであの二人が選ばれてたのかよく説明がなかったんで分かんなかったんですけど。そう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 。なんで何かしらの失態を起こすことによって、二人ともあれになってる。で、なんつうの、ペレっていうのはこの優秀な、人見悟空を連れてきたのみならず、ダニーという、まあ、メイクイーンを連れてきたっていうことで、はい、ペレっていうのはもう英雄なんだよね、うんうん、っていうところがもうその明暗がはっきり分かれてる。で、監督が言うには、そのダニーっていうのは狂気に落ちたものだけが、味わえる喜びに屈した、うん、完全に自己を失い自由を得たっていうのがもう監督の言うなわけです、はい、ダニーっていうのは、うん、このダニーっていうこの女の人いたじゃないですか、このね、フローレンス・ピューっていう方なんですけど、はい、イギリスのね、この人っていうのは他の映画で女子プロレスラーの役やったりとかしてるんですけど、はい、もうそれだけあってもうガタいいよねこの人ね。確かにそうですね。結構の時からだから結構可憐な感じしないんだよね。結構ガタいがいいんだよね。そうですね。結構ごついよね。にしてはごつい。線画は太いですよね。そう太いのでだ、それはメイクインに一番なるわなって、体当たりしたらみんな倒れるよっていう感じなんですけど。はいはいはい。っていうところがあるんですけど、これね、なんでじゃあメイクイーンって要するに5月の王女なのかっていうところですね。はい。あれ夏至って6月なのになんでメイクイーンなのかって話なんですけど、はい。これは多分そのウィッカーマンの元ネタがその5月祭に招かれた人たちの話なので、はい、でそこからもうメイクイーンって5月祭のところから来てるんではないかっていう。元ネタのね、うん、っていう、まあまあこれも憶測ですけどね、うん、うんうん、そうで、ね、いろんな要素がもうあるんですけど、まあね、どっから行こうかな、逆レイプのシーンがあったじゃないですか、クリスちゃんがラリらされて、強制的にセックスさせられるシーンがあった。はい、まあ、これっていうのはその今までこれホラー映画における
裸で逃げ出すっていうのは女の人ばっかりだったんですよ。これもこれまで歴史って、はい、なんだけど男が素っ裸で逃げ出すっていうシーンっていうのがもう映画史上初めてやりたいっていうことで、これクリスチャン役の人が提案したことによって実現したシーンだし、おー、なるほど。だちなみにこのクリスチャンっていう名前も結構意味があってて、クリスチャンっていうのは要するにキリスト教徒の名前なわけじゃないですか。そうですね。だからこのカルタ村においては異教徒の完全にメタファーなわけですよ。なるほど、うん、もう異教徒が吊るし上げられていくということ、はい、うん、だからもうその名前もそういったところで、ちゃんと意味があるっていうね、うん、ですよね。まあ、この映画っていうのはこのアリアスター監督の失恋の思い出を元に作られた作品の脚本らしいんですよ。あ、悲しいあれやん。悲しいっていうかもうだから要するにこの元カノを死ねって言ってるようなことですよね。元カノを死すべしって言ってるようなような内容っていうことだよ ね、 これね。だってこのダニーはその 彼をね、生贄することによって殺してニヤッとするわけだから、最後は満足すると思う。うんね、うん、じゃあ監督が言うにはこの変態のためのオズの魔法使いって言われてて、はい。だからそのなんだっけ、そのなんだっけ、声を失ったライオンとかなんかなんとかを失ったなんだっけ、ブリキの木こりがとか、ね、あ、はいはい、心が欲しい人形みたいな、そう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 、かかしがとかさ、それあるじゃんか。そういったのをこう、現代的に変態に置き換えて やりましたよという、うん、まあ、そう考えるとまあまあちょっとなんか言い得て妙だなっていうところはまあありますっていう、はい、うん、面白いですね。そういったの、うん、まあ、そのニコニコしている白い服たちのこの不穏さとかですね、画面がもうすでに明るいんですよね。白夜だから夜がないんだよね。一応寝なきゃいけない、時間的に寝なきゃいけない、寝るけど明るいからそういった窓がないようなところで暗くして寝るしかないみたいな、はい、うん、だから結構カルト球団のコミューンとかそういう感じ、まあ、オウム真理教とかもそうよね。結構そのニコニコしてるんだよね、新しい人たちに対してね。でここ、はい、ここはユートピアなんだって思わせるわけじゃないですか、はい、あの感じで出てるよね。本当に真の意味でのカルト映画みたいな。いや本当だからタペストリーとか見てその、ね、これはラブストーリーなんだよってこのイングマールが言うわけですよ、ルーム文字で書かれたやつね、はいはい、だからこういったなんかそういったなんか本当限界まで曲解してる感じっていうのがもう本当にこれ世界共通のこのやばいなって思う概念なんだなっていうところがするよね、うん、あとはその老人が崖から飛び降る描写だったでしょ、はい、あれで最初みんな衝撃受けるじゃないの、あれダーンとね、あれこのアッテストゥーパンっていう儀式らしいんだけど、これっていうのはスウェーデンに実在した口べらしの儀式らしいんだよね。お、うん、でこれをこの高いところから人が飛び降りてガシャーンってなるっていう描写っていうのは、これは日本のホラー映画のカイロっていう映画があるんだけど、はい、ホラー映画知ってる？わかんないね。カイロっていうインターネットの回線に人間が取り込まれていってしまうっていうなんか映画があるんだけど、はい、これ着信ありもそうだけどさ、新しいそういったなんかメディアっていうかガジェットとかが現れるとそれにまつわる、怪談っていうのを作りたがるじゃんか。そうですね、ユーティクトを絡ませたがる。そうそう、だからインターネット黎明期におけるそういったホラー映画の中でカイロっていう映画があって、それ要するにはそのあれでね、インターネットカイロっていうところのカイロなんですけど、はい、その中でその映画の中で人が飛び降りて地面に激突するシーンっていうのが CG で描かれてるシーンがあるんだけど、はい、それをアリアスター監督は影響を受けて やったらしい。おお、なるほど、すごいんですよ。だからやっぱなんですかね、世界中からちゃんと勉強して取り入れてるんで
そう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 、だから世界中のホラー見てるんだよ、こういう監督って、うん、だからこの間先日お話しした、ジェイソンの中でもね、このケビン・コー監督はあの日本のあらゆる、ホラー映画を見た、それのリスペクトのシーンがめちゃくちゃあるわけですよね。はい、うん、だリングだったり呪音だったりの、まあ、あのオマージュシーンがめちゃくちゃある。これっていうのはその、はい、ウィンドサマーにはおいてはそのカイロに、カイロのオマージュシーンがそこだっていうところだよね、アーティストっていう。なるほど、うん、いやすごいですね、やっぱ人間のジャパニーズ、ジャパニメーションとジャパニーズホラーっていうのは世界に影響を与えてるんだよ、やっぱね。うん、そうで、この、口ぶらしの儀式っていうのはそのウバステヤマと一緒だよね、日本でも、うんうん、人生を式に例えていい、ね、12年区切りしてるのかっていうところ、はい、うん、っていう、まあ、そういったあのも要素があったりとかもするし、あれですね、まあ、CG ワークがすごいっていう話ですよね、さっきもそうだけど、そのこの何だろう、ドラッグ決め、マジックマッシュルーム決めて、その地面とだあの 足と大地がつながっていたりとか、その花が、ね、ような幻覚をダニーが見るし、そうそうそう、花が咲く CG だとかね、うん、はい、歪む背景だとかね、はい、きっとこれ肌の冠がパクパク、そう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 、あれって結構そのドラッグの幻覚作用っていうのを多分表現していると思うんだけど、多分これドラッグ決めた人だったら多分みんな、はい、ああそう見えたって多分なると思うんだよね。うん、でまあ私的にもその泥酔、めちゃくちゃ泥酔してる時に、なんかあの時にちょっと視界が歪む感覚がやっぱあるわけですよ。はい、これってそういうことなんだろうなって思うよね。だから脳がいわゆる幻覚作用を引き起こしてるってことでしょ。その視覚にもこうあれをあの なんつうの、障害をね、表してるってことだから。うん、だからそういった描写としては多分ドラッグ決めまくっている外国の人にとっては あるあるなんだろうけど、まあ我々日本人としては。きっとこうなんだろうなって思うしかないっていうところではあるっていう。そうですね。まあでもうまいよね。うん。うん、そう。あ、まあそういった、うん、だからそ あのメイポールダンスでそのハイになって、スウェーデン語も急に理解してしまうっていうダニーとかね。はい。うん、そういったなんかちょっとなんか言葉分かってなくてもなんか意思疎通ができたような気がしてしまうっていう幻覚っていう、これを。これっていうのはそのドラッグによくあることなんだろうなっていう感じですよね。うん、そう。で、これでもね、あの、このメイクインにさ、このダニーがなったじゃんか。はい。で、じゃあ、このダニーっていうのはこれからこのコミュニティで幸せに暮らしていくのかというと、多分そうではないんだろうかっていう描写があって。はい。これっていうのは、ダニーがその歴代のメイクインだった人のいっぱいいろんな写真を見るシーンがあるんだけど、はい、このメイクインってこの本編に一人も登場してないんですよ、過去のメイクインですと。あ、なるほど。っていうことはこ の前のメイクインとかいう人も出てこなかった、出てこないんですよ、あんなにメイクインがいるのに。っていうことはこのメイクインもこれも生贄になるんではないかと、うん、いうところなんですよね。だからその星新一のブルギさんっていうのもその一番偉い人として立て祀られていろんないい思いするんだけど、最後は生贄にされるんですよ、月に。はい、でこの星新一のあのもてなしっていう短編集があるんだけど、短編集というか短編があるんだけど、まあ、これまさに言ってんだなって思って、もうちょっとビビりましたね。確かにあの昔から世界中で人見悟空になる人間っていうのは最後にいろいろな贅沢をさせてもらえる。そうだから本当それなんだなっていう感じ、うんうん、なんですね。なんで、まあうん、他にもまあなんだろうね、うん、この助手の役のこの黒人の人でしょ。はいはい、黒人の人のこのウィリアム・ジャクソン・ハーパーっていう方は大学生役なんだけど、
ック実はもう40代らしいんですよ。おすごいですね。もう黒人って年取んないんだね。そうだね。やっぱ戦闘民族サイヤ人みたいなもんだよね。青年の時期が長いっていうね。全く見えなかったですね。大学生そうだ、40代らしいよこれ、この人。恐ろしいですね。まあこういったコットピックスもあって、まあそうだね。あとはなんだろうな、俺あの見ててあーと思った、あこれこれ多分ディレクターズカットしかないのかな。あのね、ダニーが誕生日だっていうこのね、なんだけど、そのなんつうの、クリスチャンが全く気づいてなくて、あの忘れてて、はいはいはい、でペレにまた私本当誕生日なのってダニーはクリスチャン忘れてるけどって言って、そんな大切なこと忘れるなんてみたいなシーンがあって、いやありましたねこっちにも、あった、うん、あって、はい、でそのダニー、あのダニーに対してクリスチャンが後から気づいて思い出して、だからもう地元のなんかすげえ地味なケーキでサプライズしようとするシーンがあるんだけど、それあった？うん、ありましたね。あれがめちゃくちゃ痛々しいよね。あれあの取り繕い方はないよなって思うよね。あれあの辺もなんかちょっと、ね、なんとかこうあの修正しようとしてるサプライズ、そう忘れてないんだよってアピールするためにさ、地元のすげえ質素なケーキでさ、そこに無理やりろうそく立ててさ、でしかも火がつかないっていうさ。いやもう、ね、もうちょっと見ててもう、ね、苦しかった、人が死ぬより苦しかったシーンかもしれないっていうね。そうとかさ、このなんだろう、あの時折このなんつうの、このダニーが悲しい時に同調して一緒に泣いてくれたりとかさ、あのそのアーティストゥーパーの時に死にきれなくて足の骨折って苦しんでる時にわーって言ってくれたりとかさ、なんか苦しい、なんか歓声を上げる、なんかそのなんつうの、悲しみ屋、韓国の悲しみ屋みたいな人たちいたじゃんか、あのドリフで言う笑うおばちゃんとかさ、はい、うん、これっていうのはさ、結構その同調する人たちっていうのはそのエコーチェンバーっていうやつ、いわゆる、うん、あの SNS でいうその身のないリツイートをする人たちと一緒だっていう感じ、はいはい、だから本人たちに痛みはないんだけど、そうやってこう賑やかしていくっていう、これっていうのはその現代の SNS の縮図も感じてるな、感じるなっていうところ、そこら辺を皮肉として入れてる、入れてるんだけどね、うん、あれをだから悲しみやとか笑いやとか、あれってまあこれだよね、リツイートなんだよねきっとね、はい、うん、あまあそういったなんかもうだから隠された要素とかをもう一個一個拾ってったらもうキリがないぐらい非常にこうよくできた映画だったなっていう、うんうん、ところですよね。だ何が正しいかっていうと、要するにこれまでのホラー映画っていうのは暗闇に乗じて人は死ぬんだけど、明るいところで公然と人が死んでいくっていう、ね、はい、これがすごいなっていうところが、あもう逆説的な感じでもう新しかった。だからこれ以降こういった明るいところで人が死んだらミッドサマーのオマージュになっちゃうんだよ。ああはいはい、だからアリアスター監督ってすごいんだよね。うん、という、まあ、新しいことづくめのミッドサマーの話を今更ながらしてみましたが、まあ今回あれだよね、トリトメシは俺にあのミッドサマー見ようよって言って初めて見たんでしょ。そうですね、うん、まあ、前、2019年ぐらいの時にやってるの知ってて興味あったんですけど、結局タイミング合わずに見ることできなかった。そうそう、俺もリアルタイムであの見ることできなかったんで、結局その俺は DVD を見てあのが、ね、あのレンタル開始になってから見て、うわとんでもねえも見たなと思って、で、配信が始まったので、まあ取り留めし見ようぜって言ったっていうところなんだけど、はい、いやだから、過去作とかそういった、昔からの風習とかそういうのもやりつつ新しい、アプローチで、見事描き切ったっていうこのミッドサマーっていう映画は、うん、まあ、今後のホラーの一つの基準になっていってしまうんじゃないかっていうところである。そうですね、なんかまた別軸の
ホラーというか、うん、そう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 、人間の怖さを表すホラーっていうのは、まあ、昔からありましたけど、だから結局さ、あのそう、あの他の洋物ホラーにしたって、ジャパニーズホラーにしたって、はい、なんかお化けの本物出しちゃったらもう怖くないんですよ。うん、で結局何だったか分かんないっていうのが一番怖いわけで、うん、そういった目でそういったお化けっていうのが全く出てこなくて、結局そのこの映画、この宗教の何目指すところも分かんないまま終わっていくっていうところがまあ良かったんだよね。うん、だ人間っていうのは分からんもない、分からないものが怖いわけで、しかもなんか歴史のある風習みたいな感じに言ってるんですけど、建物とかが異様に綺麗なんですよ。そう、全然古くないんだよね。そう、本当にこれは昔からあるあの村の風習なのかっていう、そこら辺もあの明らかなセットに矛盾が生じてて、そこら辺がまた不気味なんですよ。そうなんだよね。でこれっていうのは、ハンガリーのブダペストでとあのあロケしたらしいんだよね。はい。なんでそのまあ、北欧じゃないにしろ、このハンガリーのブダペストのああいった牧歌的なところが、なんか普通見たらなんかこう幸せな風景に見えるんだけど、これが変わらない風景が実はめっちゃ怖かったみたいなね。うん、怖い風景になって終わるわけでしょ。はい、いやそれがね、もう本当に見たことない映画だったなっていう、新しい体験をさせてもらったなっていうところですよね。うん、なんでアリアスター監督は今度今新しい作品を構想中ということなので、今回このミッドサマーを公開するにあたって、これは恋愛映画だよって言い放ったらしいので、そんなわけねえだろって思って、あ、失恋映画だよって言ったらしいので、いやいやもうそんなわけねえだってことで、今度も次もアリアスター監督のそういった妄言に騙されないで、構えて我々は、吉報を待ちたいなというところでございますね。はい、はいはい、というわけで、今回は取り留めしとミッドサマーのお話を今更させていただきました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。